花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。今日はですね、金尾芳郎の音楽魂ですけども、今日ゲストいらっしゃらないということで金玉、お届けしましょう。まずは松下俊美さん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします、ね。今日晴れましたね、なんかね。晴れましたね、よかったですね。やっぱり晴れの日の方が気分的に、ね、そうですね、いいですよね。松下さんは今日はなんか白衣の白衣の天使、悪魔、どっちでしょう。白衣いやもうね、ね、白衣、あらごめんなさい、なんかもう暑いから色だけでもね、ちょっと、白がいいよ ね、 なんかね、夏はね、夏っていう感じでしょ、なんかあれ、なんか今ちょっと羽織る感じはした。この前くんかな、そうでもない、羽織ってないですよね。そうですか、大丈夫だと思いますが。僕の電話かもしれない。なんかビーってなったね。すいません、僕でした。今日私ね、携帯忘れちゃったんで、メッセージを送らないでね、私に届きません。携帯忘れたんだね。忘れちゃったんですよ。そのまま充電 しっぱなしで決まっちゃう。ここなんか来てますよ。あらら、あ、来てますね、はいはいはい。お便りからじゃあご紹介しますか。いやいや、今日桜さん紹介したっけ。いや、していただきましたけど。あ、そうだっけ。もう今のことが先週ね、すごくね、先週のライブも久しぶりだったんですけども、キキさんもね来ていただいて、盛り上がった。マイタービームね、盛り上がりましたね。楽しかったね、ほんと久しぶりだったかな、ね、やっぱりああやってこうなんかこう共に歌うというかね、笑顔がね、笑顔あふれるライブになりましたけどもね、いろいろ駆けつけてきたくれたね方々、ありがとうございました。はいはい、お世話になりました。ありがとうございました。ということでね、お便りからいきますか。はい、お便りいきますか。じゃあ今のね、お話にちなんで、ほらオープニングアクトをしていただいた、オープニングアクト、アビームの時にね、はいはい、岩瀬さんからね、いただいています。あ、本当に。金尾さんと清水さん、桜田さん、キキさん、こんにちは、はい、岩瀬です。はい、岩瀬です。6月12日のマイタービームではオープニングアクトをさせていただきありがとうございました。ありがとうございます。 MC の中で初めて金尾さんにお会いした頃のエピソードを紹介できたり、金尾さんのお客さんの前で音楽魂のジングルとチクホーブルースを披露できたことはとても心に残る出来事になりました。そしてメインの金尾芳郎ユニット、5月の予定が吹き飛んでしまったことの鬱憤を晴らすかのような圧巻の演奏には満員のお客様が 大盛り上がりでしたね。 ありがとうございます。ね、なんかね、盛り上がりましたよね。なんていうなんかね、気持ち的に爆発した。いやいや、そういう意味じゃないんだけど、普通にやらせてもらったんですけど、はいはい、すごくなんていうか楽しかった。あの日さ、あなたこうちょっと腰がお休みになったはずだったね。ちょっとお休み宣言してて、そうそう、だからもう来れないっていうことで、それで僕もちょっと本番ギリギリになっちゃったのよ。早くじゃん、始まりが早いからね。そうそうそう、それでだからもうお客さんもいらしてたから、リハしてないです。あんまりその、あんまりできなくて、そう、私はもうスタート5分後にそうそう ぐらいだったからね。そうそれでね、はい、また写真を撮ってくれた鈴木さん、心のこもった応援グッズを持って駆けつけてくれた松野まっちゃん、この場を借りてお礼を申し上げます。はいはい、澤部さんのお誕生日もお祝いできて楽しかったですね。それではまた、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、初めてね、オープニングアップ、そうそう、サンデーよかったね。ジングルやってくれたんだよね。ね、生ジングル初めて。あれよかった。あれ続きを作って歌にしてほしいなと思うんですけど。そうそうそう、あれかっこいいと、そう思うんだけど、俺ってその20秒ぐらいの CM って結構よく割と簡単にすぐできちゃうんだけど、あれってそのもう一回作っちゃったらそのイメージでその後曲にするっていうのは結構難しいんだよね。難しいでしょうね。そこでインパクトがあるように、例えばいろんな、オープニングで流れてる CM とか書いてるじゃないですか。だから難しいっちゃ難しいよね。
そうですよね、うん、一回完成しちゃったものを、まあ、追加するならね、できなくは全然ないんだけどね、うん、やってくださいよ。ああそう ね, ね、はい、そうですね。じゃあどうしますかね、メッセージ、うん、これはアトランタのトム高橋さんからです。おうおう、金尾さん、松下さん、いつもありがとうございます、はい、桜田さん、キキさん、こんにちは、うん、こんにちは、こんにちは。20日で沖縄以外の都市の緊急事態宣言が解除されるというニュースで見ました、うんうん、ここアトランタはレストランに行ってもスーパーに行っても従業員以外ほぼノーマスク状態です。いや素晴らしいな。早いね、素晴らしいね、うん、でも日本ではその後もお酒のサーブは7時までとか、うん、ウイルスは7時から活動を開始するとでも思っているのかのようなルールと聞いているので、これはおかしいそうだねなるほどね、7時から開始するってのいいよね、夜行性なんだね、そう、そんなね、ルールと聞いているのである、コロナ対策に関しては、こんなに集会、遅れ、どころではなく3週ぐらい遅れているのと思わざるを得ない今日この頃です。そうですね、だいぶ遅れてますね。そうですよね、日本のそういうニュースを聞くとイライラするので、武蔵小杉は、うん、曇りのようですが、ここはすっきりと私の青空をお願いします。珍しい、私の青空ですか、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、実はね曇りの予定だったんだけど晴れ上がりましたね、晴れてましたね、うん、まあ今から曇ってくるのかもしれないですけど、じゃあ私の青空いきますか、いきますか、ですね、アトランタの、はい、高橋努さんのリクエストにお答えしました私の青空でございましたけどもですね、他に何かありましょうか。ありますよ、うん、続けていきます、はい、皆さんこんにちは、はい、曇り時々雨という外の仕事が一番やりづらい博多です。これは博多のミキさんです。こんにちは。あ、こんにちは、いつもありがとう、事情あって犬と一緒に寝たため
ベッドの真ん中を陣取る彼とのせめぎ合いに負けて足を伸ばせず寝不足でパソコンから送れなかったんで字が小さくてごめんなさい。 いえ大丈夫です。これぐらいだったら読めます。先週のゲストの堀尾和孝さん楽しくてギターも素晴らしくてよかったですね。友人で浅草東洋館に出てる女の子も飲んだことがある、もう優しい方だって言ってましたね。堀尾さんね、東洋館に出てらっしゃるからね。はい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 。そして今週は金玉、大人の余裕の時間を楽しみますね、うん、緊急事態宣言がようやく終了 しそうですが、うん、まだまだまん延防止など特別措置は行われるようですし、まだまだ、うん、窮屈な時期なれど少しずつライブも増えてきているのが嬉しいですね。うん、金尾さん土曜日のライブは盛り上がったみたいでよかったですね。そうですね、本当にね楽しかったですね。ね、うん、桜田さんも、友達、はい、かっこブルースで歌謡曲だをハーモニカ吹きかっこが良いライブのレポートしてたし何よりですね。そうそうそう、十何年ぶりに来てくれたハーモニカ吹きがいて、でその彼がホドガヤスリムって言うんだけど、彼がフェイスブック上げたらミキさんが書き込みしてたから。あ、そうなんですね。で九州に博多に一時期行ってたらしくて、どうやらそこでつながったらしくて。あ、そうなんですね。残念ながら、うん、まだまだ博多では皆さんに会えそうにないし、今日のライブを楽しみます。リクエスト、かなおさん、最近仕事でよく歩くし、よく歩いてるみたいでね、ウォーキングオンザストリート。ほう、としみさん、母も大好きなんでリクエストしたのがきっかけでしたね、はい、骨まで愛してですが、いつも通り何でも OK です。実は月明けにほぼ2年ぶりにちゃんとした格好、かなおさんの凱旋ライブの時みたいな格好での MC を2日連続でするんで緊張してますが、メインは青ちゃん、青山春弘くん。あ、青山春弘くんね、来ていただきましたね、青山さんね。いつも通りいじり倒そうと思っています。あ、青山さん九州でやられるんだね、ライブ、結構行ってるみたいな。行ってるんですか、ソウルシンガーね、リズム&ブルース、ソウルシンガーですかね、サム・クックとかの好きでね、自転車が好きな方。そう、自転車はロードバイク乗ってんだよ。へえ、俺たまたまハンバーガーの前でさ、店の前でよくあるじゃん、外で食べ、日に当たりながら食べてたら、はい、前の道をさ、青ちゃんが通りかかったのよ。母さん何やってんですかとか言ってロードバイクで。あ、そうなんだ。だいぶ前にあったね。ロードバイク好きなんだなと思って、結構体も鍛えてるしね、餃子ばっかり食べてるから。あ、そうなんですか。元気、もう餃子で反省会してるからね。はあ、餃子大好きなんだ。そうそうそう、餃子ブルースってのもあるけどね。行きますか、じゃあ、なんかリクエストありましたか。ウォーキングオンザストリート、あー、久しぶりなの、間違えるかもしれない、行ってみようか。東へ東へとただ
ということでね、博多のミキさんのリクエストにお答えしました Walking on the Street ね、紹介しました。久しぶりだったよね、なんかね、びっくりしちゃった、うん、久しぶりだったから見えないしね、あ遠くで、あそうなの、あそうかそうか、ない、なかったからね。あの、いろいろね、生放送ありますけどもですね、ありすぎな番組ありすぎな金玉、うん、あの、ありすぎましたよね、なんかね、いろいろ、これはやっぱりね、向こうの部屋と温度差がすごい結構あるから伸びるでしょう、伸びちゃうんだよね、ギターの、あの向こうの部屋はちょっとあの冷房でしょ、うん、あの寒いぐらい効いてるからね、機材があるからね、ということでね、はい、いかがでしょう、もうそれでおしまいぐらいですか、あ、お便りですか、お便りは以上でございます、以上でございますか、はい、でね、あの今週僕ライブやるんですけども、はいはい、あ今週、来週か、来週になるんですけども、
それでちょっとね、あのその宣伝のためにね、あの誰か来てこれお菓子プレゼンツっていうことでね、今日お菓子くん来てると思うんだけども、だからさっき外にいましたけど、ね、もう帰っちゃった、いや帰ってないと、いないかな、あ、いや、いたいたいた、来た来た、うん、これです、あ、どうもね、ありがとうね、あのこれはあれなの、はい、あのどういう感じになったんですか、これソールドアウトに一応なってたんですけどもね、そうですね、場所と、まあそれ、そこ座っていいよ、はい、ありがとうございます、こんにちは、お世話になります、いつもありがとうございます、26日よろしくお願いいたします、おかじと申します、うん、そんなくっつけなくてもいいよ、はい、緊張してる、はい、緊張してます、うん、ですね、6月26日に初めての花尾さん来ていただける場所で、うん、東戸塚 JR の横須賀線、はい、それから京浜急行の愚明寺、はいはい、まあ、そこらの間のところでありまして、うん、六つ川とライブハウスレイヤーというところで、六つ川、はい、六つ川という場所です、ははは、カナオさんを呼びして、初登場ということでカナオさんをあの皆さんにお披露目したいということで計画をさせていただきました、よろしくお願いします、悪いね、なんかね、いや、ありがとうございます、うん、あのそれでその、はい、そこっていうのはもう昔からあるライブハウスですか、昔からあの99年からあります、そうなんだ、はい、どれぐらいのキャパシティがあるの、マックスで50なんですけど、あ、そうなんで、結構広いところでね、はい、ほうほうほう、でまあ何度たる方内海さんとか来られたり、あ、そうなんだ、やったことあるんですけども、本当にそこであの今回一応、うん、あのこういうご時世なんで、うん、一応6月20日今日の政府の要件を満たしてということで待ってたんですけども、うん、一応昨日そのオーナーさんと話をさせていただきまして、うん、一応マックス20ということで50なので半分ということだったんですが、うん、30まで入れることになりまして、あ、そうなんですか、はい、じゃあ、あ、よかったね、プラス10ということで、はいはい、一応先ほどあの広告もさせていただきました、はい、ありがとうございます、じゃあ岡地君の連絡、そうですね、メッセンジャーか、まあ、コメントですね、あ、そうだね、いい感じでやらせていただきます、うん、思いますので、でマックスって書くとね、皆さんね見たいっていう人がいるけど、うん、30になるといきなりコメントが少なくなるみたいなところあるんですけどね20がさマックスなの大丈夫でしょ、今ね、なかなかね、うん、だからね、お酒もじゃあ大丈夫なの、お酒は大丈夫でしょ、19時まで、うん、7時までね、夜の7時までは、はい、19時から19時、あのウイルスが活動するらしい、そうですか、なんかそんならしいんだよねさっきのアトランタ情報では、ね、あ、でもソフトドリンクじゃなくてこれはじゃ あ, あのお酒飲めるね、あ、じゃあ短い時間ですけどアルコールはあるということ、カナオさんたちは、まあ、とりあえず換気タイムだけ5分取っていただいて、うん、ね、1時間半の枠で、はい、まあ、2部でも2部制でもいいし、うんうん、1本でもいいし、1時間半の枠が加納さんにはあるという、じゃあ好きにさせてもらっていいですか、そうですね、はい、一応換気が5分だけ取ってほしいって言うんで、わかりました、もう全然全然全然あの大丈夫ですね、うん、それもうバッチリしてさ、はい、ね、あのみんな楽しくね、よろしくお願いします、うん、やりましょうよ、結構拳上げ結構ありっていうことなんで、あ、そっちは大丈夫、ね、拳上げありっていうのはあるの盛り上がらないライブしてくれって言われた時あったの、最近盛り上がらないでライブどうやってやるんですかいや、あのだからレスポンスとかダメ、コーラーのレスポンスダメだっていう声出しがダメとか、ね、そうそうそう、東京ですか、え、東京ですか、いや、それ秘密一応ほら建前上あんまり盛り上がるとダメだっていうなんか風潮があるじゃない、こっちのフラストレーションたまんないですか、その瞬間、じゃあ俺はだから言ったのよ、俺それできないって申し訳ないけど、そのなんだろう、それはできなくない、できないですよ、でも金子さんもこの間スティルアイラで言うアコースティックバージョンとか、うん、あっちも渋いからあっちで攻めてったらかっこいいと思った、私的にはね、 ラジオでやったやつスティルアイラビューのアコースティックバージョン、 あっちの方も聞いてみたい、あれでしっとりと持っていく金子さんも聞いてみたい、じゃあじーっと我慢しなきゃいけないが大変よ、終わるまで2部制にして最初のスティル、最初はアコースティックでね、じゃあ2部がすごいこう抑えた分またバーンって、まあ、逆にあるよ、逆立ち走りもあるよ、すっごいかっこいい、これ澤部さんとも話してて、うん、スティルアイルビューのアコースティックあれかっこいいよねっつって、本当ですか、あ、そうなの、ありがとう、ね、すごいよかった、まあいろいろなね、あの、はいはい、やっぱりあのいろんな形をできないとさ、はい、やっぱり要求されるからね、ね、ただ叫ぶだけではね、あれだしさ、あのしっとりとも歌えなきゃいけないのね、なかなか難しいっちゃ難しい、この間のアビームはもう本当に盛り上がって、ねえ、楽しかったね、楽しかったです ね, ね、
まあ、あの辻君とかも来てくれてさ、ね、びっくりしたけど、あの本当にやっぱりライブだよね。ライブですね、うん、あのこんなこと言ったらまたお叱り受けるかもしれないけどでも俺たちってさ、はい、あのなんだろう、まあ俺デビューしてからそうなんだけど、はい、40年ぐらい前じゃない、はい、40年41年前なんだけど、その前 5、6年は昭和とかで歌ってたんで、はい、その頃からライブハウスと共に歩んできたってことだからね。はい、そうですね。だから今はこの時期にさ、やっぱもうライブハウスと共にね、やっぱりなんかこう、要するに乗り越えていかないと、まあそのおこがましいですけども、そういう気持ちにまた、そのさせてくれたっていうね、ある意味でね、そういう時期じゃないかなっていう気がするんですよね。だから、今そういうふうに、考えて、まあ共になんかこう、生きていかないと、ちょっとなんかあのテレビとかたまにこう映ってるの見るけども、なんかあのなんとなく行き当たりばったりの感じのね、あの意見が多いじゃん。コメント？うん、すごいコメントとかも世の中ね、世の中の、ねね、行き当たりばったりとかね、なんとなく。だから実際やっぱり やってる人たちの声をちゃんと聞くとか、そうですね、飲食店の人もそうだしね。だから大変な状況の中にね、みんないるわけで。でそれをなんとかさ、明るくね、笑い飛ばして、ね、生きていきたいなとは思いますよ。みんな優柔不断なフラストレーションが溜まっていってるから、うん、そこで兄貴の歌を聴いた時にバーンといっちゃうんですよね。兄貴の歌、それが欲しいんですよ、俺たちは今。俺たちは今ありがとうなんかじゃあ、うん、それでね、本当にそういうね、またこれいつでしたっけ、6月26日ね、ちょっと枠が増えましたので、まだ今だとね、ご予約していただければいいと思います。これ電話番号ここにしない方がいいの？いいですよ、全然ここでも。あ、本当に、はい、これ横浜六つ川レイヤーというね、はい、ライブハウスなんですけども、横浜045-824-9991、横浜045-824-9991、ここにご連絡、ご予約していただくのもいいですし、岡地君のね、つながってる人はメッセンジャーに、はい、ぜひしていただきたいと思います。これ3500円、2ドリンク付き。はい、ね、これお酒飲まれなか、飲めなかったらお前ソフトドリンク、2ドリンク飲めないよ。どうですか、ね、飲めるよ、飲めるよ。飲める、飲める。あ、そうか、そうか。全然美味しい。いや、でもね、これ、はい、お酒もね。よかったですよ、本当に飲めるようになって。ねえ、ね、心配してたもんね。どうしようかと思っちゃって、俺。うん。だから、ね、まあ徐々にね、はい、いい形にしていきましょう。はい、なんかちょっと歌いましょう。東京都内でやってみてもいいですか？はい。これ、なんかリクエストある？レバーサルマヨホンタ。いいよ、じゃあリバーサイドやろうか。いや、リバーサイドあれ似てるからな。いやいやいや、東京都内でやっていい？はい、桜田君。あ、いいですよ。うん、でも見えないけれど、ここは
けど幸せ捨てたお前はマリア東京トゥナイト古く悲しい東京都内とお届けしました、ということでね、松下俊美さんちょっと行ってみますか。はい、もう一人遊びに来てたよね。いない。どっか行っちゃった。遊び誰か。あ、お団子持ってきてくれた。お団子持ってきてくれた人がいるらしいけど、ね、と言うと田崎さんどこ行っちゃったね、うん、いない。じゃあいる、うん、じゃあ私は、まあ、うん、おそば。おそば行きますか。おそばでしょ。おそば食べたいでしょ、みんな。おそばちょっと待ってね。おそば俺ちょっとない。 あれない。まあいいや、じゃあ引くわ。いや、なんとなくはやめてください。いや、なんとなくはちょっと嫌だな。桜田君が出てよ、それ見ながら引くから。ほんと、うん、いいよ、いいよ、ちょっと待ってね。どないする。あ、チューニング今日は。これは誰の歌ですか。これは美空ひばりさんの歌です。美空ひばりさんの歌、はい、あのこれチャルメラそば屋、ね、ザ・そばソングっていうね、ザ・そばソングっていうタイトル。そうだってね、作った人が、うん、ボビー・ノートンさん。あ、ボビー・ノートンさんっていう、あのご存知、うん、あご存知なんですか。うん、知ってる。あのね、が作詞作曲で、作詞作曲で日本語訳を奥山さんって方と、うん、馬渡りって書いてる、うん、馬瀬さんっていうの編曲ね。大丈夫そう。うわ、羽織っちゃう。じゃあいきますか。はい、チャルメラそば屋。
Japan. And I'm trying every new destination. But for good old fashioned eating, here's how this thing can be better. And I tried it from a cook on word, this old soba man. When it's soba slap in time in Shimbashi, I'm on its new the second time around this town. When the driving down start to break, my stomach start to aching, just get out there and slap and soba down. Oh soba, oh soba. はい、ということでね、ありがとうございました。これそばってあれだよ、ラーメンのことなのかな、屋台だから。あ、でも昔はおそばだったのかな。あ、でもチャルメラってそばだよ。チャルメラはラーメン、ラーメン、ね、ラーメンだね、うん、だまあ向こうはシナそばとかシナそばとか言ってたじゃん、まあ、そうだね、そうだね、あ、じゃあそばだ。でもやっぱりひばりさんのチャルメラそば、この間ほらなんか話してたじゃない。何、あの、僕はそう、ひばりさんって昔そんなに聞いたことない、ライブ見たことある人はいないでしょうね、生ではない、生でね見たことないんだけど、ね、あなたはさ、その、まあ、一応全国それでね、ひばりさんのスタッフ、まあ、デビュー前にスタッフとして生をライブを見てたわけじゃない。やっぱりそう、生じゃないとわからないかもね、完璧すぎて、うん、あ、そうなの。もう CD 聞いてるみたいじゃないですか、テレビとかでも、なんかこう、うん、もうきちっきちっとね、うん、だけどライブはすごいですよ、やっぱ鳥肌がねぶわーって立つの、毎回毎回毎回いちいち昼の部夜の部だから2回聞くんだけど、うん、やっぱ同じようにこううわーってくる、なんだろうあれは、鳥肌が立つんだ、いや、もう魂がこう飛んでくるっていうか、うん、それこそ音楽魂じゃないけど、ファンではなかった。いやいや、もう全然知らなくて入ったんですから、うん、でだってた私も若いしね、その頃まだ26とか大好きだった頃ね、うんうん、で初めて生で聞いた時にすごいびっくりしましたね、うん、もうこんなやっぱすごい人だったんだっていうのはね、やっぱその、まあ、うんうん、子供心にこの人の歌がうまいとか、うん、日本で一番なんかそういう人だっていうのは認識があったけれども、うんうん、そんなにほらチケット買って聞きに行こうとかさ、そういう感覚ってまず若いしないじゃないですか。そうだよね。で変な話、え、こういう人、まあこう怒られちゃうけどね、うん、こんな人たちってどんな仕事をしてるか分かんないから、テレビに出てないとどんな仕事してるのか、うん、普段仕事があるのかなぐらいの若いからね、うんうん、行ったらそのとんでもない、毎なんか月半月は地方公演だし、うん、年に3回ぐらいは劇場だし、1ヶ月ってもう休みがない、あとはテレビとかレコーディングとかほとんど休みなんかないんじゃないですかね、なかったみたいですよ。それでやっぱりそのライブをね、ライブっていうかショーを、ライブは見てほしかったな、加納さん。いやだからそれをね一回も見たことがない、ボーカリストはぜひ、うん、それで、まあ、後でねいろいろ聞いたりして素晴らしい、ね、そうそう、シンガーだなと思ったんだけど、やっぱ何でもそうだと思わない、ライブを見てその人の力がこう、そうですよね、っていうね、 CD とかよりもだから毎回鳥肌っていうかね、なんか亡くなった後にコメントで宇崎竜童さんだったと思うんですけど、うん、確かね、うん、いろんな人がこうコメント書いてて、うん、でそんなにほら興味なかった人たちがでも本物の歌を聞いた時にあの涙が出たっていう、恥ずかしながらっていう枕言葉がつくんだけど、うん、ってことはいろんな意味があると思うんですけど、うん、その演歌とかそういうのを割と毛嫌いする人もいるじゃないですか、こうジャンル分けして、うん、なんかちょっとかっこ悪いとかさ、うん、なんか若い時にね、うん、でそういうものじゃなくてもうすごい芸だ、芸術っていうものに触れたっていうのですごくなんかそんな感想を書いてましたよ、うん、あ、もうなんか時間ないでしょ、私が喋ってて。じゃあもう一曲、いやいやいや、もういいです、いいです、いいです。金尾さん今日なんでこんな流れになったんですか、怖いな、怖い、どれぐらいのテンポ、怖いぞ。俺から出ていい、いいですよ。歌も楽しいや、東京きっと行
夢がある。左のポッケにはチューインガム。空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃマンホール。歌も楽しいや東京きっと泣くも笑うものんびりと。金は一つもなくてもフランス香水チョコレート。空を見たけその最後繰り返すんじゃないですか。いやいやいや、苦しいからやめて苦しいからやめた。いやいや、なんかね、こうひばりさんの話をこう語るなんて100年早いので、うん、スタッフっていうのはそういうもので、うん、語ってはいけないっていう雰囲気があります。 まあ、未だにね。でもね、ピリッとしちゃうもん未だに。だからそれはね、素晴らしいことだと思うんだけど、うん、ここのとこライブとかやってもなんだっけな、俺その会場とかでもやったことあるけど、日比谷野音とかさ、はいはい、新宿駒とか広いこのホールでね、そうそう、それでスタッフがいて、うん、でピリッとした雰囲気ってあるじゃん、うん、で俺ライブハウスもね、ある部分そうじゃないとダメだと思うんだよね、うん、ただ発表会じゃないんだからさ、うん、なんかこうそういうじゃなくて常にそういう気持ちでお客様と接してないと、うん、やっぱお金少しでもいただくわけだから、うん、そういうね、ピリッとした気持ちは必要だと思うよ、うん、最近つくづく思う、うん、だからその歌詞飛ばしてくれてね、たまにその緊張感が良、ね、かったりするんね、うん、そういうものっていうのはやっぱこう、うん、例えばね、その大御所の人たちっていうのは常にあるわけじゃん、うん、そうよ、席一つできないみたいな、ね、それもちょっと困るけど、いやでもね、そういうことってなんか必要な時ってあるよね、うん、まあ自分たちがそういう、なんて言うんだろう、そういうの忘れちゃいそうで嫌ですよね、うん、こうなーなーになってしまうと自分もダメになるような気がする時もあります。そうそう、うん、だからたまに僕須賀川で行ってね、須賀川の方たち僕の歌をみんなそれぞれの歌をね、うんうん、いろんな歌を歌ってくれる人たちいるじゃない、で同じステージに例えば立つじゃない、うん、でそれを何回も何年も繰り返してやってたんだけど、うん、やっぱりその時のこう、僕はその同じステージに立つ以上はさ、それぞれやっぱプロだと思って見てるから、うん、なんだろう、そういう気持ちで接してたから、うん、だから今もう何も言わなくてもどこでどうするっていうさ、塩梅が分かってくれるのよ塩梅がね、だからそれがね、すごくやっぱ続けててよかったなと思って、前回も僕家の辻君とね、拓司君と一緒に行ったんだけど、うん、
それができるかどうかなんだよね。それが塊になれるじゃん、うん、だから僕はね、それがバンドのいいとこで、そういうユニットだったりもするんだけど、そういうことってね絶対必要で、で聞いてる人にも伝わるから、うん、そういうライブをね したいなと思います、ね、そう、あの方たちの方がなんかピリッとしてるの、終わった後もはぁっていう感じで出てくるのね。で 曲知らせないのよ、うん、出番5分ぐらい前しか何するんですか何するんですか思ってると思うけど、筋がびっくりしてたもんね。全然決めつけ、さすがシャックベリーみたいですねって言って決めてても変えちゃうしね。そうそう、決めてても変えちゃうから、それじゃあ何なんだっていう話で。じゃあちょっと今日岡崎がいるから、ね、リバーサイドマイホームタウンって言うと、お前ハモリがあるで、ちょっと一緒にやってみようか。川が流れてる思い出が流れる春に花の花が辺りを埋め尽くす雪かう人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しいあの人は
はい、リバーサイドマイホームタウンをお届けしました。お菓子ごめん、これさ俺キー上げてた、そう444だから、あ、444なんだ。ごめんごめんごめん。うわー、これは申し訳ないことしたね。また今度やろうね。いやいやいや。今度444じゃ合わないもん。合わない。だからあれ6月26日よ。ああ、そっか。今だからやろうって。それ、ね、途中で失敗しちゃって、あ、キー上げてるな、そうでしょ、とか思って、444にしててごめん。聞いてる。絶対音感のある人は気持ち悪いと思う。ね、すいません。すいませんでした。ね、お聞きの皆さん。お聞き。じゃ最後にもう、77音頭途中まで行って、やめますか。いきますよ。やめ One, two, three, four. Na 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 ショートバージョンをお届けしました、ということでね、ごめんね、おかじくんね、やろうね、今度楽しく、ありがとうございます。映像を映してますけども、はいはい、今日チラシもね、持ってきてくれました。2月26日、あ、6月、あ、6月26日、ごめんごめん、これね、サトデになってるよ、これ、うん、こうやって、うん、はいはい、で、カナオシロユニット初登場ということで、おかじプレゼンツということでね、おかじ&純子さんと、金後ろユニットということで、はい、6月26日、土曜日ですね、横浜六川、ライブパブレイヤーということでね、はい、あとね、少し10席ね、残り10席ありますんでね、はい、増やしたのね、増やした、追加席、よろしくお願いいたします。追加席が出ました、したいと思います、はい、ということで、あっという間のね1時間でしたけども、来週のゲストはですね、はい、ともこさん、トモコさん、ギタリストトモコさん、うん、でちょっとね、いろんなシリアスの話も、そうですね、うん、今週、来週ちょっとしますね、はい、トモコさん素晴らしい取り組みをなさってるんでね、うん、耳の聞こえない人に、そうですね、聞かせる無線ギターだっけ、うん、そうそうそうね、うん、それもねちょっと含めてね楽しみにしております、はい、ね、今日のお相手は、はい、桜田たけしと、はい、松下としみ、カナヨシロでございました。あれ？で、あと、おかじ。うん、おかじね。おかじ。で、田崎くんも、どうもありがとうね。はい、差し入れ持って、久しぶりにね、会いましたけどもですね。はい、また来週お会いしたりして、お会いいたしましょう。See you next time!、はい、I'm not afraid to die.